届けた。はい。じゃあ、次の曲は、いつも私たち、いろんなところでね、話させてもらってるんですけど、まあ、元はといえば、その有香さん風に言うと、ここの、有香さん風に言うと、私は、オフコースの大ファンだったんです。で、みんな周りがね、小泉京子だ、松田聖子だって聞いてるときに、小田さん、オフコースを聞いてきました。で、ここの福間の有香さん風に言うとね、トイレの中に、オフコースの LP 版のジャケットが何枚かあって、もう見つけた時はすごく嬉しかったです。トイレの中なんですよ、ここじゃなくてね。で、解散コンサートも行きましたし、その後小田さんがソロでね、皆さん有名なのは多分ラブストーリーは突然にとか知ってますよね。はい。で、小田さんの曲をね、いつも1曲か2曲、はい。で、今日歌わせていただく曲はちょっと1番2番まであるんですけど、あまりにもなんか好きすぎて勝手に3番を作詞しちゃった曲なんです。勝手にね、勝手に作ったんですよ、本当に勝手に。聞いてみてください。セームムーン。